2020年面白理科教室東洋鎌大学医療工学部臨床工学科の石川睦夫ですよろしくお願いいたします今回のテーマはこちら超音波で味付けなんだろうそれと思いますね準備するものはですねたったの3つですゆで卵醤油超音波洗浄機ですこの超音波洗浄機そんなの持ってねえよと まあ持ってないと思うんです。電えっ、ー、とメガネ屋さんに行くとこのなんかメガネの洗浄ありますよねあれです。まあ味付け卵をですね作るんですけどもまあメガネ屋さんに行ってやらないようにしてください。ええとんぱ洗浄機はですね中古だと多分2万円ぐらいで買えるかなってことでちょっと高いんですけども。 もしくはお父さんがプラモデル趣味だとかお母さんがアクセサリーが趣味だとかいう人はもしかしたらお家にもある人もいるかもしれませんまあなかったらですね、まあ、これは実験というよりもへえそうなんだというようなまあちょっとですね関心を持ってもらえたらなというふうに思っておりますではいってみましょうまずはゆで卵を用意しますこちらグルメ仕立てのこのゆで卵まあ温めていくんですが 皆さん、ゆで卵じゃないや卵ってこれ殻実はものすごい微細な穴が開いてるのをご存知ですか空気を呼吸してるっていうふうに言われますのでちっちゃな穴が開いてるんですよだからこの殻のまま味付けしていきますのでまずそのためにじゃゆで卵を作りますじゃあ投入しますだいたい、そうですね78分かかりますので じゃこのまま待ちます。はい。はい。出来上がりました。はい。えー、出来上がったので今冷やしてきました。でこれがゆで卵ですね、まあ。ゆで卵になってるかどうかってどうやって判断するか知ってます？そう回せばいいんですよね。 こうくるくる回るとゆで卵で回りにくいのがこれ生卵ですね。だから、まあ、出来上がっているということが分かりました。じゃこのゆで卵にですね、殻をつけたまま味付けをするということで、ちょっと醤油で味付けしたいと思います。ちょっとビーカーを用意しました。で1個はなんだろうな。えー、っと、まあ、参考のために何もしないゆで卵。で、1個は 超音波を使って味付けをする。ゆで卵。もう1個は醤油につけたまま何もしないまあ、比較対象ですね。卵をビーカーに割れないように入れます。で、お醤油を入れました。100ml これで味がつくでしょうか？ってことですね。じゃあ超音波。やってみたいと思います。 えーと、これが超音波洗浄機というものです。これ水が中入ってるんですけど、水の中にこのビーカーをこう入れて、スイッチを入れると、オンっていうと、この中の超音波を出す装置が入ってて、水の中に強力な音波が出ていきます。今、水面が動いてるのわかりますかねこれ下から超音波が出てて、 強力な音波なので、まあ、水面が揺れているのと、あとこのなんか気泡みたいのが見えますか小さい。この気泡みたいなのをちょっと覚えておいてください。で、この卵も超音波の振動で、卵自体もちょっと動いたりとかしてるのも、ビーカー自体も動いてますし、強力な音波が出てるということがわかります。はい。1時間が経って、えー、終わりました。じゃあこれ早速取り出して、洗ってきますので、また後ほど。はい。では、えー、早速、 えー、このゆで卵味付けができたかどうか割って確かめてみたいと思います。お醤油がこの卵にこう映ってるかどうかですね色が。これ普通の卵、普通のゆで卵、お醤油ただつけていただけのゆで卵、超音波をこう当てたゆで卵です。じゃあ行きます。ゆで卵を今剥いてます。普通のゆで卵は特に何か普通ですね。何にも。 ないです。まあ当たり前ですけどはいむけました普通に白いですねじゃあ次はお醤油のゆで卵むいてみたいと思います微妙ちょっと茶色くなってるとこがあるかなちょっと隙間にですねお醤油が入り込んで染み込んで少し茶色くなってるのが分かりますね これは、えー、と最初にお話しましたが卵の殻というのは目に見えない小さな穴が開いてたと思いますので、まあ、そこ、まあ、今回はひびは全く入ってませんので、まあ、そこから入ってこういうふうにちょっと醤油の色がついてるかな1時間つけるとこれぐらいにはなりますじゃあ最後超音波を当てたゆで卵を割ってみたいと思いますおも茶色いまんべんなく茶色いかな まんべんなく茶色くなってる感じがしますねこっちのお醤油をつけていただけのものに比べて超音波当てた方が、まあ、全体の茶色さはなんか醤油だけの方が濃いとこはめちゃくちゃ濃いんだけどまんべんなく茶色くなってますでもこれ本当に茶色がこう映ってるのかおしょうの色が映ってるのかどうかこれちょっと洗ってみないとわからないのでじゃあこれ洗っていきますねはい 洗ってきました。あの表面の表面についている薄い膜もちゃんと洗ってきたのでツルツルです。ツルツル。じゃあこれちょっと切って中どこまで色がついているか見てみますね。あ、ま、と何もしてないやつはおなんかいい感じの卵なゆで卵になってますがこうですね。お醤油をただつけただけのやつですね。どうでしょう。 ままあまあ色外だけですねついてるのは超音波をかけたゆで卵ですねおじゃーんちょっと色が薄いですけど卵の中まで茶色が浸透してるのが見えますね浸透っていうのがまあこう染み込んでるっていうのが分かりますじゃあ味も変わったのかなと チョンパで味付けしようでしたから味変わったのかどうか確かめてみたいと思いますのでどうですかお茶の味する,ちょ,味するちょっとするじゃあ最後ゆで卵チョンパをかけたやつどうですか結構染み込んでるねちょっと僕も食べてみますねうん程よい味程よい味ですちゃんと 味も染み込んでましたねしっかりとでまあ、なんで超音波をこの超音波洗浄機使って超音波かけると味が染み込んだかっていうのはこの音というのは圧力のこの変動なんですねでまあこの大気も圧力がかかってます大気圧って言葉多分聞いたことあるかなと思うんですが大気圧を超えるような引っ張る圧力が発生した時に 真空の泡ができるんですね一瞬水の中で水の中で真空の泡が一瞬できますで,そのでも真空なのであっという間に潰れるんですねこうパチンとこの泡が潰れる時にものすごい大きな音が、まあ、人間には聞こえないですけどものすごい大きな音が出ていてでそれが卵の殻の付近で起こると卵の殻の外にあるお醤油を中のを中にこう押し込むっていうかですね、まあ、そんなようなイメージですかね、まあ、それで えー、殻の外から卵の中にお醤油をこう入れてで味付けができたということになりますだからさっき途中で「この泡ありますよね」って言ったのはあれは潰れきらなかった泡泡が潰れることできなくて残ってしまった泡がこうやって浮いてたりするっていうのが見えたということですね、まあ、それが超音波の面白いところで,でこれは今卵を味付けに使ってみましたけど医療ではあのを 殺したりとかですね、あの石、体の中にできてしまった石を潰したりとか、いろんなところに、えー、使われてます。もうすごく大事な技術になってますので、まあ、皆さんも、まあ、もし将来大人になって勉強したときに、あなんか超音波って面白いのが面白いものがあったなっていうのを思い出してもらえたらなというふうに思っています。じゃあ最後、この眼鏡、超音波使えば。 お醤油で色付けられるのかなっていうのを最後やってみたいなというふうに思いますメガネですねはい時間が経ちましたメガネが茶色くなるかどうなっているかどうかどうですかなんか 心なしか茶色くなってるような気がしますね。はい、ということで超音波のマジックでした。さようなら。